光沢だけで運気上昇2023年5月の偏在光、はい、開運法シリーズの中で、はい、偏在光と名前を付けまして、これから発表するある日ある時間帯、まあ、2時間の幅なんですけれども、そして部屋の真ん中家の真ん中から見てある方角日時と方角が、まあ、固定されておりますのでこの条件に見合うようにお香を焚いていただくと、はい、でまあお線香とかだとねその2時間燃え続けるってありませんから、まあ早めに消えてしまうようなタイプのものであれば消えそうになったらもう2本目に着火して、まあ、ずっと切れ目なく2時間焚き続けるというのが一つポイントになっております。で、香りはもちろん自分のお好きなもので、結構ですしあと、いわゆる火をつけるタイプのお香ですね、はい、いわゆるお香ですね、着火して燃えてるというのが大事だというところで、であとはその締め切ってやってたりすると2時間だともうもうとした状態になってしまいますのでこれは部屋に溜めろと煙を溜めろということではなくって燃え続けてある方角で燃え続けてくれる方がポイントですので換気しちゃって全然構いませんのでね、はい、煙外に逃がしていただいて、構いません。別に目と喉を痛くしながらその部屋で我慢する必要はありませんので、はい、まあその辺がいくつかのポイントと。で、実は偏在光をやるタイミングというのはかなり多くてですね、はい、まあ月にもう本当に半分ぐらい、で15日ぐらいはあるかなと、10日から15日ぐらいチャンスはあるんですが、ここのコーナーではそれをただなぞっても意味ありませんので、その月多分一番効果があるであろうタイミングを、ベストなものを一つ発表するというコーナーになっております、はいはい、で5月はですね18日の木曜日ですね、はい、平日なんですが時間帯がですね17時から19時という、まあ、夕方から夜にかけてで、ね、ちょっとこうお勤めの方はね偏在光のために早退しますっていうのも何だよってあるんですけれどもちょっと言いづらいですね、まあこれはどなたかにやっていただくとかですね、うん、まあさすがにこれのために便利屋頼むのもねちょっとねどうかと思いますけどもまあいろいろそこは工夫をなさって、はい、まあ他の日時もありますけどとりあえず5月一番効くのはこの日時この方角あで方角はですねすいません家なり部屋なりの中心から見て、はい、西南西と南の間ですね西南45度のエリアで焚いていただきたい。で特に何に効果があるのかっていうと、信用がつくと社会的な信用が増すよっていうのが一つと大事あといわゆる恋愛結婚運に結構効きますよっていうやつですので逃しちゃダメじゃないですか。そうですね、僕もこの日はとっとと帰ってですねそうですよガンガン炊かないといけないですね。だいたい木曜日占い君と売れない君の収録ですからそうですねもう終わったらねいつものようにあちこちで寄り道しないとですねまっすぐねまっすぐ帰っていただければたまには家にまっすぐ帰ってそしてガンガン、ねはい、同居の2人から奥村さん何やってんすかって言われる。何やってんすかとあなた引っ越し直前でしょとそう何やってんすかってバルさんですかみたいないやでも大事ですから、はいありがとうございますということになりますので、はいお試しください。18日木曜日17時から19時でございます、はい、皆様ぜひ偏在光を試してください。先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい